皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も3分間ミステリーで遊んでいきます。さあ問題1、無類のコーヒー好きで有名な作家が服毒死していた。死亡推定時刻は2日前、毒はどこに入っていたのだろうと。コーヒーですか。お、正解と。解説、愛用のコーヒーカップの中からは致死量を超えた毒が検出されたと。問題2、第一発見者の担当編集者は現場を見るなり自殺と叫んだ。一体何を見たのだろうかと。遺書ですかね。すっごい大きい文字ですね。ザ、遺書みたいな感じで書いてますけど。さあ、正解と解説。ノート PC の画面には遺書と題されたテキストデータが表示され、作家の死に顔を青白く照らしていたと。問題3。誰もが自殺と考えたが、ある証拠が見つかったことにより、他殺の線が強まった。その証拠が何かわかるだろうかと。なんですかね。左側に電源コードを抜かれてますけど。コーヒーの本。本がありますね。コーヒー豆。何ですか？ある証拠が見つかった。他殺の線が強まった。ある証拠。何ですかね。このカップですかね。カップというか。どっち？でもこれから。おお、正解。何だったんですかね。解説。死亡したのは2日目。本人が遺書を書いて死んだならば、コンセントから抜けたノート PC は充電が切れているはずだ。誰かが偽装のために書き込んだのだろうと。おお、なるほど。バッテリー2日は持たないってことですか、ノートパソコンって。さあ、問題4。ずらりと棚に並んだコーヒー豆から毒は検出されなかった。犯人は一体どうやって毒を飲ませたのだろうかと。ってことは、右側の機械というか、ミルとか、あれですかね、ポットじゃなくて、このあれですか、フィルターってことですか。お、正解。さあ解説。段ボールにはファンレターとともに編集部からの差し入れでコーヒーフィルターが入っていた。毒のたっぷり染み込んだフィルターだったと。こんな一個一個フィルター送ってくるんですね。怖いですね。なんか、ステージ123クリアですね。ありがとうございます。では今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。